違うのは、私が記事にしたいと思ってるか、思ってないか。ああ、わかんない！もう考えるのやめた！もうこうなったら、あの駅員さんのリーゼマクシア感をネタに記事を書くしかない！ま、その方がレイヤーらしいわな。